市原英二の花万歳。今日はあの世界一のシンビジウムを作る坂野敬三さんのピンクペルペチュエルや踊り絵巻などいろいろなシンビジウムを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、こんばんは。市原英二の花万歳。今日はですね、いやー、もう本当にね、この後ろの商品、そうです、シンビジウムです。そして皆さん何か感じませんか？もう僕ね、この商品を一鉢ずつ売りながら、一鉢ずつ去っていっていく、そしてお客さんの元へ行く、それは本当に嬉しいんですけど、僕自身こちらのシンビジウムもう売ることができないんです。そうです、今日はですね、世界最高級シンビジウムの坂野ヨーランさんを紹介したいと思います。そしてもうこちらの商品、今年でもうありません。そうです、別れを惜しみながら僕はね、これ何度か坂野ヨーランさんのね紹介動画していましたが、本当にね、この坂野ヨーランさんの凄さっていうのかな、これをね、ぜひともね、後世に残るっていうことで紹介していきたいと思います。そうです、坂野ヨーランさんといえばこの、今流行りのピンクペルペチオ、まあ僕らピンクペルペッチョと言ったりね、1丁2丁3丁、まあ実際にはピンクペルペチュエル、の絆とフランス語で意味合いがあるらしいです。そうです、この、ピンクペルペチュエルに、僕らも魅了されました。そしてこのバンドヨーランさんを愛したセリ人の人たちもたくさんいらっしゃいますし、そして坂野ヨーランさんを愛した、僕も含めていろんなお店、いろんな、そしていろんなお客様、いろんな人、この商品を今日はね、絶対に紹介しなくちゃいけない、このクリスマスに今撮影させていただいています。そうです、坂野ヨーランさんといえばね、何がすごいかと言いますと、見てください、このこちらバーッとこの大きい、もうね、シンビジウム時代に逆行ということで、見てください、この商品本当にすごい、この形状ラベルといい、こちらはですね、坂野さん曰く、今テーブルシンビなどが流行ってきています、大きいシンビは売れないということで、もう皆さんシンビジウムをやめられる方いらっしゃいますが、時代に逆行ということで、テーブルシンビじゃなくてこの胡蝶蘭のような、シンビジウムを作り上げようということで、時代に逆行ということで思い切って、これ本当にこのシンビジウムと言いますと、実はですね、3年以上の歳月がかかるんです。そうです。坂野さんのフェイスブック見てますと、山上げ、山下げ、そう。近くにはこの方、愛知県の知多半島の付近ですから、あのダット山があります。そうです。山上げ。そう、3年間こういったことをね、やっていらっしゃいます。そして、夏の暑さを乗り越えて、坂野さんの洋蘭の、シンビジウムの最大のね、素晴らしいところと言いますと、こちら見てください。このバルブですよ。こちら。このね、すごいバルブ。これにこだわられています。そして、足元見てください。綺麗に、綺麗に掃除されています。本当にこのバルブの力強さ見てください。こちら、このバルブにするのにですね、
3年以上の歳月をかけて、そして非売管理が素晴らしいと言われている、こういった、いやー本当すごい、これ今見せますよ、時間遅れ、こんなにすごい、まあ、シンビジウムの中でのヒット作、この10年のヒット作と言われている、はい、これ見てください、このメリーゴーランド仕立てのピンクペルペチュエル、見てください、これすごいでしょ、このピンクペルペチュエルを完成されました。そして坂野さん、今年最も多くこの後ろのキャスケードタイプのシンビリウムを作られています。そしてたくさんのこのキャスケードタイプ、坂野さんのこの最終年にですね、この後ろの、踊り絵巻や、そしてこのピンクペルペチュエロや、こういったものをもう最終年、本当に人生をかけてですね、作り上げた商品がこちらなんです。そして、このピンクペルペチュエル、これ、今もう最高のヒットを迎えていますが、これには逸話があるんです。坂野洋蘭を愛した競り人。こちらはですね、もう東京で言えば FAJ さん。そして、名古屋で言えば豊明柿さん。そして、この大阪、僕の地元で、大阪では西日本柿さん。そう。この西日本牡蠣の長山さんっていう方が坂野洋蘭に人生をかけられたぐらい、本当にこのピンクペルペチュエルを作ってくださいと言ったこのピンクペルペチュエルが本当に大ヒットしたんです。そして彼曰くこういったことも言われていました。坂野洋蘭さんのおかげで名もない僕みたいなセリリンが、坂野洋蘭さんのおかげで、そうなんです。僕を育ててくれたと言われていました。そして、坂野洋蘭さんといえば、名ざたる賞に、農林大臣賞や、本当にこんな誇張欄以上の商品を作り上げていらっしゃいますが、この、誰しもが欲しい、このシンビジウム、彼は人生をかけて、このシンビジウムを一生懸命売ったことによって、我々の市場は本当にいい市場にさせてもらったという談を、彼は述べていらっしゃいました。そうです。僕もこの坂野洋蘭さんに、魅了された一人であります。もうこの形状ラベルがすごいんですよ。このラベル見てください、この形状ラベル、そうです、坂野洋蘭さんの形状さんに、ザ・形状に、魅了された花屋もさんもたくさんいらっしゃいます。僕もその一人です。元競り人といえばやっぱり僕もね、あの競り人の人の、気持ちもわかるんですね。これだけすごい商品を、集めて、そして売るには、すごいプレッシャーがあるんですよ。僕もこの商品、最初、売った時に、うわ、どないしようっていうことがありました。そして、ただしですね、一鉢、二鉢、何度もいろんなお客さんに売っていきながら、こんな素晴らしいの、私もちょうだい。私もください。つまりこれぐらい感動をする商品がシンビジウムでできるんです。そしてあの大阪で言えばあの佐藤花店さん百貨店ですね。阪神百貨店で、あと各名だたるあの素晴らしい佐藤花店さんでも売られていらっしゃいます。そして名だたる問屋さんの三葉園芸さんや高島屋植物園さんなど、もう洋蘭の問屋さんもこの坂野さんは本当に愛してやまない、もう皆さんが愛する商品になった。そして私のお客さんなど、坂野さん
どうしてもくださいって。もう今年でやめるんですよ。万能さん、どうし、よし、私もということで、とうとうピンクペルペチエル、10杯以上、売らせてもらえることができました。それぐらい、万能さんのね、このシミジウムっていうのは、本当に素晴らしいものが出来上がったんじゃないかと言います。いやー、本当にね、万能さんね、これだけ素晴らしいね、シミジウム作り上げてやめられるというのは本当に残念なんですけども、今までね、僕もね、この万能さんのこちらの商品、いろいろと売らせていただきました。冬のソナタ、エンジェルフェザー、そしてピンクペルペチエル、そして大きいもので言えばこのピンクの踊り絵巻ですよ。こういった誇張欄に勝るとも劣らない。いやー、時代に逆行じゃないですよね。時代の先取り。もう何年も向こうの方を先取りされていたんじゃないでしょうか。本人曰く時代に逆行するんだと言われていましたが、将来この環境の変化、冬はこの寒い時期に誇張欄はやっぱり贈り物としては危険性がある。その中で、誇張欄のようなシンビジウムを、皆さんに見ていただければっていう、この気持ちが、時代に逆行っていう言葉が生まれたと思います。いやー、本当にね、万能さんのおかげでですね、僕も、今年がシンビジウム1、売らせていただきましてですね、本当にいち早く、大阪の花の都じゃないですけど、万博、シンビジウムの万博ができました。いやー、今年でなくなるというのは、売らせていただけなるっていうのは本当に残念なんですが、ぜひね、まあ、この商品、後でゆっくりと一つ一つ、皆さんと一緒にね、別れを惜しみながら見ていただきたいと思います。それではですね、万能さん、本当にお疲れ様でした。今日はですね、この万能敬三、敬三さんにお別れの意味を込めて、最後に感謝の意味を込めて、僕は一言言わせていただきたいと思います。万能敬三に、花万歳。それでは皆さん、さよなら。それでは皆さん、この万能敬三さんのシンビジウムと一緒に今日はお別れしていきたいと思います。万能敬三に花万歳。